串の王子ゆうちゃんです。今日はですね、背骨のお話です。背骨ってね、どんな印象があるでしょうか。まあ背骨をね、動かす運動としてよくこう猫のポーズっていうのがありますんだよね。それちょっとね、一回やってみてください。まあこうして、四つ這いになってね、こう反らしたり丸めたりって、こういう運動ですよね。よくやられますけれども、こういう運動ちょっとやってみてください。はい、しばらくやってみてくださいね。ぜひね、はい、できたでしょうか。その感覚、感じよーく覚えておいてください。はい、でここから背骨についての正しい認識についてお教えします。実はですね、背骨っていうのはもう2つのことをしておいてください。背骨っていうのはですね、まず、1つの塊ではなくて、1本の柔らかい棒ではなくて、上から下まででこういう構造、まあ後ろから見ると分かりやすいですけども、こういう構造になってまして、上から下までで合計24個の骨、そして、仙骨と尾骨を1個ずつとカウントすると、上から下までで合計26個の骨で構成されています。そしてこの間はですね、全部関節になってますから、まず1本の棒ではなくて26個で構成されていて、つまり1本1本が別々に動かすことができるという構造になってますね。まずそれを覚えておいてください。でもう一つがですね、実は背骨というのは浮いてるんですね。常に背骨っていうのは浮かんでいます。背骨というのは実は脳脊髄液という液体の中に満たされていて、実は浮いてるという意識感覚を持ってみてください。液体の中に浮かんでいるっていう意識感覚を持ってみてください。イメージで言うと水泳のコースロープですね。あんな感じでプッカーンと浮かんでいると思ってください。だから一箇所ポーンと動かせばゆらゆらゆらって揺れる。そういう感覚、イメージ、意識を持ってみてください。いいですか？この2つですよ。背骨っていうのは1本の柔らかい棒ではなくて、合計26個に分かれていて、それが水の上にウプカーンと浮かんでいるっていう意識感覚を持ってみてください。はい、それでもう一度四つん這いになって、ね、全部で上から下まで26個に分かれていて、しかも水にプカーンと浮かんでいると思って、でもう一回こう丸めたり反ったりすると、全然先ほどと、動く感じ、力みも減ったと思いますしね、全然違うと思うんですね。そういう状態でちょっと揺すってみたり、いろんな動きをしてみたら、何や、柔らかいものやなっていうのがね、なんとなく分かってくると思います。ぜひね、背骨動かしたり、そういう運動してる人もいると思いますけれども、無理に力で動かしたら逆に痛めますから、まず背骨に対する正しい認識を持ってください。合計26個で一個一個分かれて別々に動かせますよ。しかもそれは力で無理やり動かすんではなくて、プカーンと浮かんでいるので、実は液体の中に浮かんでいるから、動かすのに力はいりませんよということね。この2つ、ぜひ背骨に対する正しい認識を持って運動してみてください。今日の話は以上になります。バイバイ。